はようございます。今日取り上げるのは喧嘩野球の申し子、ビッグ D ことドン・ドライスデールです。ドジャース一筋14年、通算209勝2486奪三振、防御率 2.95、最多奪三振のタイトルに58回3分の2イニング連続無失点記録。オールスターゲームの先発、投手最高の名誉、サイ・ヤング賞も獲得した超一流のピッチャーですが、突筆すべきはその強気のピッチングにあります。ぶつけ屋と呼ばれるほどの強気ピッチングで、6フィート6インチの長身に腰のひねりを十分に生かしたサイド気味の投球フォームから剛速球を投げ込んでくるその投球スタイルはまさに恐怖。サイドスローから内角を厳しく攻める投球スタイルでデッドボールが多く、通算154個を記録しました。本人は、内角は投手のもの、ここに追いかさってくる打者にぶつけるのを恐れてはならない。内角に投げられる投手だけがメジャーで生活できる。サインを盗みるために足元を掘るようなバッターがいたら、そいつが自分のおばあちゃんでもぶつけてやる。などと言っていたそうです。その強気すぎるピッチングが災いしてか、肩痛のためシーズン途中、32歳の若さで引退となりました。引退後はキャスターを務めていましたが、1993年7月3日、試合の放送のために滞在していたカナダ・モントリオールのホテルで心臓発作のため56歳で帰らぬ人となりました。内角をガンガン突く闘志あふれるぶつけ屋、ドン・ドライス・デール。いかがでしたでしょうか？いやー、野球って本当に面白いですね。アイラブ・ベースボール。ご視聴ありがとうございました。これからも頑張って更新していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたしますね。それでは、またお会いしましょう。